よろしくお願いします。高木さん、自己紹介の方簡単にお願いします。どうも、高木おしゃれです。プロ18年の生活を終え、サラリーマンを経て、今キーパー界に戻ってきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。ナビゲーター並びにインタビュアーとして勤めてまいります、選手とコーチをつなぐマッサンです。よろしくお願いします。今後ですね、このような感じですね、簡単に5分間でテーマに沿っていただきまして、キーパーに関してお話をしていただこうというふうに思います、はい、今回のテーマはですね、なぜゴールキーパーは基本が大事なのか、ここに関して高木式で語っていただきたいなというふうに思います。じゃあ早速質問なんですよ、高木さん、はい、なんでキーパーって基本が大事なんですか？僕的にはやっぱ止められるキーパーっていうと、バーンって飛ぶようなキーパーっていうのが連想するんですよね。でも基本が大事っていうふうに高木さんおっしゃっていたんですが、なんでここは基本大事なんですかね？基本なくして応用はないし、自分自身の経験のもとにやって話すと、プロ入る前キーパーコーチになかったんですね、まあ、プロ入って一番最初にぶち当たった壁って、そのボールが取れる取れないとかじゃなくて、はいはいはい、一旦基本技術の差だったんですよ。グローブの秘話みたいな感じでこの前聞いたんですけど、それもやっぱ基本に関してつながってくるっていう感じなんですかね。そう、当時僕は20歳で J リーガーになったわけですよね。本並さんが35歳かな、うんうん、まあ15個も差があるわけですよ、はいはいはい、大ベテランだし、うん、まあ、本並さんバシバシ止めるわけですよ。まあうめえなあろう、すげえなあと、うん、でもグローブとかもやっぱあんのかなとかって思いながら、うんうん、はい、どうやって飛んすかねって教えてくださいよって言っても、ゴールの裏で見とけっていうね、うん、俺はそれを、うん、実行して後ろからずっと見てたし、多分その熱意じゃないけど、うんうん、伝わってお前一回グローブ貸してみろって言われて、はいはいはい、で当時僕はアンブロ使ってたんですよね。アンブロのグローブを本並さん渡して、うん、これ俺もうしばらく使うからみたいな感じで、うん、まあ、練習使ってくれたんだけど、うん、同じようにバチバチ取るわけ、うん、でなんだよこの人と思って、うん、お前はいちいちグローブとか、うん、なんかそういうのにこだわりすぎて、最後は技術やろお前っつって、うん、なるほど、シチュエーションとかそういうものじゃねえんだよ、うん、本並さんのグローブ、うん、今のグローブで考えるとすごく薄いグローブで、ウールだったんだけど、薄いグローブでそのタイトなグローブだったんですよね、うん、だから今でいうストラップレスぐらいタイトなのを使ってたの、はいはいはい、そんでバチ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 取るし、うん、その音、うん、もうパチンパチンならないんだよね、うんうん、おー、どんな音だったんですか？でもパスだよね。身長だって俺より低いし、手も絶対小さいんだけど、これが基本技術なんだプロのっていうのがやっぱし18年プロやった中ですごい思ってる部分で、やっぱしその指導者に戻ってそれを伝える作業を僕はしていかなきゃいけないと思って、うん、今ちょっと基本はなんで大事なのかというふうに語ってもらいました。僕がちょっと受けたのはその枝葉のテクニックではなく、枝葉を支えるしっかりとした太い幹を作ろうぜ、これが高木さんの考える基本なのかなっていうふうに感じましたですね、うん、まあ、この基本っていうところに関して枝葉ではなくこの太い幹を育てていこうぜ、ここを中心にやっていくのが高木式であり、なおかつそこから枝葉を育てていくっていうのがきっとゴールキーパーが上手くなるポイントになってくるというふうに僕はここのお話を聞いて解釈しました、はい、さあじゃあちょっと次回はですね、その枝葉の一個にもなるかもしれないし、太い幹の一部にもなるかもしれないです、うん、正面キャッチについて次回、お話をしていこうというふうに思いますので、次回の動画で正面キャッチのお話をお聞かせください。よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。高木さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。